情報処理安全確保支援士、略語の句。情報処理安全確保支援士試験への合格を目標として、セキュリティや情報処理に関する略語を学びましょう。アイザック・インフォメーション・シェアリング・アンド・アナリシス・センター。情報セキュリティに関するインシデント情報などを収集、分析、共有することで、効果的な防止対策や、 発生時の迅速かつ適切な対応に役立てることを目的とした仕組みや組織。分野ごとに金融、アイザック、交通、アイザック、電力アイザックなどがある。ソック、セキュリティー・オペレーション・センター。ネットワークやシステムの監視とログ分析から、サイバー攻撃やインシデントの発生を把握する組織。 分析結果は速やかに c エ s ア r トにエスカレーションする。SEAM セキュリティインフォメーションイベントマネージメント。企業内に設置したセキュリティ機器やネットワーク機器のログを収集、蓄積、リアルタイムに分析を行うことで、未知の脅威や怪しいアクセスを検知するシステム。SLA サービスレベルアグリーメント。 サービスの提供者と利用者との間の契約において、サービスが提供される基準を定義したもの。平均遅延時間や利用不能時間の上限などが定義され、それらを実現できなかった場合の利用料金の減額に関する規定がサービスの契約に規定されることが多い。UDA オブザーブ・オリエント・ディサイド・アクト。オブザーブ、観察、オリエント 状況判断、ディサイド、意思決定、アクト、実行で表されるサイバーレジリエンスを高めるための取り組み。観察では対象システムやサービスにおけるインシデントの発生状況や対策実施後の状態を観察する。状況判断では発生したインシデントの内容や対応策実施後の対象システムサービスの状態から影響範囲や対応の優先度などを判断する。 意思決定では、インシデントの内容や状況に応じ、組織としての方針や対応策を決定する。実行では、決定した方針に基づき対応策を実行する。今回はここまで。また一緒に勉強しましょう。